さあ夜7時となりました。タリカシゆるちゃんがスタートいたします。今日はですね、1000度の鉄球を操る男がいるということで、早速直撃したいと思います。こんばんは。およ、お名前伺ってもよろしいですか。尋ねる前にまず名乗る。違うかい。過去です。真です。二人合わせて。ご職業伺ってもいいですか。職業？鉄を火で炙る。炙ってどうするんですか。炙って氷の上に乗せる。それを職業にした理由は何ですか。世界で誰もやってないことをやるっていうのが大事じゃない。ちょっと鼻で笑ってます。え？鼻で笑ってないよ。これやり始めて何年になるんですか。これやり始めて大体そうだな、80年と3ヶ月ってとこがある。え、今おいくつですか。今24だよ。大丈夫ですかこの人。その1000度の鉄球を操る技を見せていただいてもよろしいでしょうか。おいくら万円で。お金取るんですか。誰も職業っつってんだから金取りに決まってんだろ。ちなみに1回おいくらですか。そりゃ交渉次第だね。1000円。なあ、安いもんじゃないだろうよ。1万円もっといっちゃって。じゃあいいや。よくないだろ。1万円も取るなら大丈夫です。今日帰ります。ありがとうございます。だいいよ。じゃあ1000円でも今日は。早速その1000度の鉄球を操る技を見せてください。これはさ、どこまでさ、このスタンスを守ってやればいいかもうちょっとわからなくなって。スタンス？私はこの茶番をどこまで。それでは1000度の鉄球を操る技スタートです。話を最後まで聞きなさいよ。それでは達人よろしくお願いいたします。よー、確かと言いましたか。やったことはあるんですよね。いや、何年って言ったっけ。やってんだよ、ずっとやって。おっ、ついたガスついて驚いてませんか。で、これであとはマックスにするんだな。もんかな。これマックスですかね。聞いてますよね。やったことあるんですよね。今までそれは何回やったことあるんですか。まだ異常回で異常回。その割にガスがついた時驚いてましたよね。いや、そんな驚くんだよ、いつも。そもそもなぜ鉄球を熱したいと思ったんですか。鉄球を熱したい？そこに鉄球があったからだよ。かっこいい。鉄球があったら熱したくなるだろう、普通。違うか。いや、私わかんないですね。これで何分やるんですか。え、さっきからちょこちょこ確認してませんか。してない。あ、赤くなってきました。鉄球が赤くなってきた。ほんと？すげえ。表面。マジ？うん。あ、なんかでも表面マジで色変わってきたわ。だんだん青いというか。ね、ちょっと青っぽくなってきた。ねって今言いましたね。え、何が？経験はあるんですよね。経験しかないよ。前やった時は何分ぐらいかかったんですか。だいたいね、15分ぐらい。今確認しましたよね。え？近くにいる人に。それは一部分だけを熱すればいいのか、全体的に回しながら表面を熱すればどっちなんですか。回した方がいいですか。さっきからなんか弟子の方にお話聞いてますよね。ちょっと静かにしてもらっていいですか。危ないから。ですよね、今さ集中してるんだよ。ちょっと黙っててもらえないかな。普通にやったことないですよね。結構色変わってきた。すごく嬉しそうな笑顔でこちら向かれましたけど。ほら見て。本当だ、綺麗。達人実況のスペシャリストですよね。ちょっと今実況しながらそれ熱してもらってもいいですか。実況は CM 明けまで5秒前。4、3。さあ今熱ってね。緊張すんだよこれ本当。さあ今この鉄球をですね、1000度にするまでガスバーナーで熱していっています。もともとちょっとくすんだ、まあ、灰色という形だったんですけれども、ご覧のように光沢が出てきて表面が緑もしくは青のような、そういった様相に変わってきています。うまいですね実況。達人。なんだよ。私今から実況するので、合ってるか見てください。さっさとやれよ。今鉄人がガスバーナーを持って鉄球をずっと温めております。温めてないよ。熱してるんだよ。熱しております。熱し始めて5分ほど経過しましたが、まだ鉄は溶けていないですね。鉄が溶ける？溶けない。溶けないよ。溶けないよ。溶けないよ。ほら、さあこの後どのような形にこの玉が変化していくのでしょうか。形は変わんないと思うけどね。
熱し始めて10分以上経過しました。うん、いい感じになってきたよ。かなり全体的に赤くなってきましたね。うん、よし、 OK だ。温まったよ、十分熱した。ということは、これからな、この鉄球を氷の上に乗せる。緊張してますか？集中力がいるんだよ。大丈夫？ちょっとね、大丈夫かな。これを縦で持った後横にする、うん、で、もう一度縦にして氷を置いて、うわー、氷を置いて、うわー、氷を置いて、うわー、うわー、おお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 、え、初めて？うん、初めて。すげえすげえすげえ、見て見て、氷止まってる止まってる、すごーい、すごい、あ、すげえ、ブクブク、おお、すげえ、あ、すげえわ、楽しい、面白い、こんな綺麗に穴開くんだ、しかもゆっくり沈んでいくんですね。すげえな。これどれぐらいまでして沈むんですか？どんくらいいくんだろうね。達人、これは1000度の鉄球チャレンジ大成功でしょうか？これはね、大成功だね、大成功。うん、すごいよ。だって鉄人初めて見たんですもんね。うん、初めて、うん、止まった、え、氷の真ん中で止まった。なんか楽しそうですよすげえ、ただの24歳の新太郎ですよ、これ。楽しいね、こういうの大好き、うん、ということで、以上、1000度の鉄球の現場からでした。超すごくない？いや、すごいわ。俺変なキャラ演じてたけど、マジで怖かったっすよ、これ持って行くの。だよね。だって落としたら多分この机全部燃えるし。熱してる時、熱いの手は。若干こう、バナーの熱くるかなっていう程度で、それは大丈夫なんですけどね。いや、これどうすんだろう、この後。もうね、多分これ以上多分この人の熱で下行かないから、この氷の中にとどまってるんですよね。断面がすんごく綺麗な、なんか表面大きいんだね、円になってる。そうですね、ちょっとね、最初は多分この熱で周り溶けていくんだけど、どん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 こう、最後入れた時の迫力もピュアー、こうなるんだっていう、ね、氷がここまで早く溶けるところをあんまり見たことなかった。こういうさ、面白いびっくりチャレンジ、うん、ちょっとまた達人お願いしてもいいですか？達人でいきます？あのキャラ結構きついっすね。うん、まあでもこういうなんかちょっと実験チックなのをやってみると楽しいんで、そうそうそう、ちょっとまたやりましょう。お願いします、はい、お願いします。この動画いいと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。達人でした。